アベンジャーズ、エイムは組織内でセキュリティ上のリスクとなり得る対象のリストを作成していることが分かった。モニカが目を光らせてる人や物ってこと？さぞかし厳重に管理されてるんでしょうね。それだけじゃない。エリア全体がオービタルストライクチームに保護されてるわ。どういうことだ？部下が近づいた瞬間、エイムはデータセンターとその周辺を全て燃やしたの。リストは必要だけど、捜査官たちには危険すぎるわ。それで切り札を送り込むってことね。了解よ、司令官。森林で火災が起きてるにもかかわらず、エイムの部隊はまだ周辺にいるわ。当然ね。エイムは自分たちのセキュリティ部隊のことなんか考えてない。あなたは部下を大切にしてるけど、戦士は甲斐が利く存在ではない。すごい炎ね。エイムは徹底的にやるの。そいつらを始末して。了解。これで全員か。私たちに気づいている様子は？まだないわ。珍しく運が味方しているよ。それ死亡フラグよ。一瞬で片付けてやる。切り札を投入してきたようね。片付けるわよ。
神の覚悟を取りやったぞ。助かった。今のは痛かった。ハイテクアーマーを着たナイトの登場だ。よくやってくれた。手を貸してくれ。一丁上がりね。もう一人。いるがいい。アスガルドの栄光を。到着するわ。リストを手に入れてやる。このリストだが、私たちの手に渡ることで誰かを危険にさらす可能性は。離反の可能性があるものを探すために使うのよ。接触する相手をエイムから救出するまで安全の確保を約束する。でしょ、司令官。神との誓いは破れないわね。ここがデータセンターか。そうよ。パワーコアを破壊しないと。行って。
よかった。エイムが組織として拡大した今、また同じようなリストを作るのは簡単じゃないはずよ。新たな同志を迎えるのが楽しみだ。ロマノフ、離反候補者の優先順位付けはよろしくね。楽しみにしてるわ。そうもありがとうね。礼には及ばない。じゃあ任せたわよ。通信終了。